らっしゃい。だって夏休みだもん。今日で1学期は終わりなの。今終業式やってきたとこだよ。記念日が明日だから他校より一日早くお休みになるんだよ。私このタイカレーランチっていうのを食べよう。私もタイカレー2つね。
のね、正午の夏休みっていつからなの？そうなの？わかったよ。正午の言う通りにしてもいいよ。正午、今日カフェは？カフェに何時までいる？じゃあ、私バイト早く終わったらカフェ行けるかもしんないよ。もしかして会えるね。じゃあね、バイバイ。何？誰？もしかして、ひびきちゃん？今から来るって？はい、お待ちどうさま。ごゆっくり。あ、店長待って。ん？何？あ、おいしい。とってもおいしいな、このタイカレー。あ、おいしいな、このタイカレー。なんか急ぎのようでもあるの？みんなしてそんなに慌てて囲んで。というと、ごゆっくりじゃないのか。あ、じゃあね、急いでね。いわゆる魚醤ね。魚醤もメジャーになったよね。普通のスーパーでも簡単に手に入るんだからいいよね。あ、うん、いいよね。あ、コリアンダー苦手っていう人結構いるけど、私これ大好き。ああ、香菜ね。中国では香菜、ホエンドウはホットバッタとか、セリ科の一年草なんだよ。実は、いやー、喉の薬になるって知ってる？やっぱり、このパプリライムリーフが入ってるのがタイカレーの特徴と言えるよね。まあ、コブミカンね。タイでは、バイマクルートとか、バイマックルートとかあるんだよね。でも、これはなんといっても、ブロタケかな。香水ガヤとか南京もタイ料理には外せないものだけど、俺はがぜん袋竹が好きだよ。トムヤンコには入ってて当然だけど、カレーにも入れたいね。まあ好みの話だけど、袋竹が入ってると嬉しくない？それってうまいよね。袋竹、
バイトでしょ？ダメだね。もう十分聞いたよ。これ以上何をどう話してもダメなものはダメだよ。どうして？どうしても。私どんな仕事だってやるよ。汚れ仕事だってどんどんやっちゃうし、力仕事だって平気。すごく頑張るから。だからお願い店長、バイトさせてください。ください。ダメ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 。今の従業員がみんないっぺんに辞めても、たとえ天地がひっくり返っても、俺は絶対に受け入れたくないね。どうしてそんなに強情なの？この意地っ張り。翔吾くん止めないで。ここで引き下がったらこのわからず屋さんに負けちゃうよ。ダメなものはダメ。ケチ、ケチンボ。俺は確かにドケチだ。その通り。自分を二の次にして人を優遇する趣味には興味がないの。冷たい人間なんだよね。どこどこい、お団子なす、まぬけ、トンマ。もうキャヒン。
夫？勝負が負けたら、そうだな、何がいいかな。勝負の大事なものをもらおう。よし、じゃあそういうことで。まだ結果が出てないし、どっちがどっちに賭けるかも決めてないよ。翔吾くんが新さんの方。いいけど、不利じゃない？新、今日バイトだったらどうするの？どうする？よし、じゃあそういうことで決まり。俺はマグロをね。まだ結果が出てないって。えへ、そうでした。ナマステー。あ、やだあれ、どうしたの？すごいリアクションが両極端だけど。ってことにしたからな。まあ仕方ないよ、同時に3通もメールが届いたらさ。